ちは。ずいぶん久しぶりになっちゃってすいません。お邪魔しております。どうもどうもどうも、こんにちは。よいしょ、誰かと思いました。よいしょ。いや、ジョーさんが、ね、なんとびっくり。そうなんですよ。あと スープ職人のメラさん、はい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 、三軒茶屋で、あの南野ですね。早くなるけど、うん、もう冷めるのが早いから、うん、でもう荻窪に行った頃には全然もう飲んでた頃ますから、うん、確かにそんな感じだった、うん、受けてた、うん、ね、様子は、うん、あ、もうね、ハピーさんにお礼言わなきゃいけないの。え、なんですか、何の話ですよ。ハピーさんのブログを読んだからだと思うんだけど、ブロガーの人たちが結構いっぱい、なんだっけな、あれ、あれだ、ポークビンダルが非常に、 あれはうまいですね、うん、あの上手な調整してらっしゃって、あとあの、うん、魚、うん、魚もね、魚が評判いいみたいでしたね、うん、いや、っていうかね、あのあまり仲良くないし、あ、嘘です、嘘です。でもハッピーさんのブログ見ないと多分知らなかったはずですから。そうですね、うん、そうですね、多分、そのでもこれでなんでそうなんとこまで街があるわ、うんうん、東小金井にああいう店があるって嬉しいな。東小金井なんだ、うん、結構近いよ、うん、東小金井は3軒3軒、うん、富士山行って井戸富士行って、 あ、あと西の角っていうお店が真っ赤でカニかと思ったもんね。ちょっと別のところに別のところ、うん、置きました。そこの日に距離ないなと思ったら10月4日撤去って開いた、怖い。昨日皿を